前勤めていた会社の元同僚の A から、同じく元同僚の B が結婚することを知らせてくれた。私は入籍のみで結婚して地元を離れたんだが、B には1万円ほどのお祝いの品をいただいていたので、教えてくれたのはありがたかった。で、B もまた入籍のみらしく、A からの連絡は、連名でお祝いを送らないかという提案だった。B は、割と、長く新郎と同棲していたので、大概のものは揃ってるらしく、1万円ぐらいで買えるものって知れてるし、だったら、2、3万のいいものを、2人で送った方がいいんじゃないかってのが、A の提案。A が言うには、以前、2万を少し超えるぐらいの金額の調理器具を、B が欲しがっていたので、それがいいと思うって。今まだ持っていないことは確認済みなので、プレゼントしたら、喜ぶと思うよって言われて。なら、私もそれでいいと思う。って了解した。それで、私の方がデパートに近いところに住んでるので、私が買いに行って、連名での紙をつけて包んでもらい、発送手続きをしてくることになった。手配した翌々日には B に届き、丁寧なお礼の電話をもらった。A が言う通り、以前から欲しかったもので、色も気に入った、とても嬉しいと。ということがあったのが、7月の出来事。その後、何度催促しても、A から半額分のお金を払ってもらえない。当初の約束通りに、発送後に、レシートと送り状の写メを送ったので、それを確認してから、現金書き留めで送金すると言ってたのに、届かない。一週間待って電話してみたら、今お金がないから月末まで待ってと言われた。この時点で、だったら、最初からそう言ってよ。と言ったんだけど、ごめんごめん、予定外の支払いがあってさ、って。そんなこと知るかと思ったけど、仕方ないので了承した。けど、月末になっても音沙汰ないので、こちらから連絡したら、ごめん、いろいろと予定が狂っちゃって、来月は必ず。なんて言うから。絶対だよ。次の延長はないからね。って言っておいたんだが、9月に入っても連絡がない。それで、支払いを伸ばした側が、連絡をよこさないってどうなの？3日以内に払ってもらえないなら、しかるべきところに相談に行くけどどうする？って電話した。そしたら、わかったから。口座番号を教えて。すぐ振り込むよ。って。いや、あんた現金書き留めで送るって言ったよね。すでに信用ないから、口座番号を教えるのは無理。3日以内に郵便局に行って、送った証拠を写メして。それかうちに持ってきて。って、まあちょっと意地悪だったかもだけど。とかなんとか電話した直後に、B から宅配便が届いた。お返しはいらないって言っておいたんだけど、律儀に地元のフルーツを送ってきた。お礼の電話をしたら、あれ？そっちの方が遅いんだね。A は昨日届いたんだって。って笑ってた。前日に届いたお礼の電話が A からあったんだって。お返しが届いてもすぐ送金しなきゃ。とは思わなかったのか。そして3日目、まだ写メが届かなかった。写メを送り忘れたとしても、お金は送金してくれていたのなら、5日目には届くはずなのに、届かない。5日目の夜に電話したら出ないので、自宅の固定電話にかけたった。結婚報告&新居への引っ越しのお知らせのハガキをもらっていたので、そこに固定電話番号が書いてある。そんなハガキもらったの初めてだったので、残してあった。昔は当たり前だったんだと、その時初めて知った。そしたら旦那さんが出て、A は、その日から、友達と旅行中なんだってさ。旦那さんから、電話するように伝えましょうか？って言われたので、いえ、貸したお金を何度催促しても返してくれないので、さっきもスマホに電話したんですけど、とうとう出てくれなくなったので、こちらに電話した次第なんです。と言ってやった。むちゃくちゃびっくりされて、どういうことなんですか？って聞かれたけど、直接お聞きになった方がよろしいかと。これ以上は、
催促するこちらも不愉快ですし、お金はもういらないので、二度と連絡してこないでくださいとお伝えください。と言ったら、いや、そんなわけには。とかなんとか言ってたけど切った。翌々日から、鬼のように電話がかかりまくってきたけどスルー。留守電には泣き声で、あんたのせいでなんとかかんとか。と入ってたけどスルー。そして現金書き留めが届いたんだが、A の字ではなかったので、旦那さんが律儀に送ってくれたらしい。あの旦那さんは、A にはもったいない。確かまだ子供もいなかったようだし、離婚すればいいのに。